ティックリラ駅ヘルシンキバンター空港、バンターはフィンランドウーシマー県にある都市である。ヘルシンキ軍に属しており、南から南西は首都のヘルシンキと、西はエスポート、北はヌルミアルビ、ケラバ、トゥースラと、東はシポート、それぞれ接しており、ヘルシンキ、エスポー、カウニアイネンと共にヘルシンキ都市圏を形成している。市の中心部はティックリラであり、 その他の主要な市街地としては、ミュールマキ、マルティンラクソ、ハクニラ、コイブキラ、コルソなどが挙げられる。バンターの人口は2011年1月31日現在で20万410人で、そのうち男性が9万8159人、女性が10万2251人、フィンランドで4番目に大きな都市である。 面積は240.34平方キロメートル、人口密度は840.75人平方キロメートルである。バンター市内には国内最大の空港であるヘルシンキバンター空港がある。また、エウレカには科学博物館がある。カール・アルベルト・エイダルフェルトが設計し1861年に完成したフィンランド最古の駅舎であるティックリラ駅の旧駅舎は 現在では、私立博物館として利用されており、地域史などをテーマにした展示が行われている。フィンランズアリエルコモアンビス1.12011統計表ナンバー092ありがとうございます。